ムチャムです。トモです。ママです。今日はプリンズフェスに参加します。それはプニプニしたものをちょっと使うという動画を作るということで、今回はプニプニした何を作るんですか。ゼリーです。ちょっとね、お家のキッチンで、すごい可愛らしいゼリーを作っていきたいと思います。早速作っていこう。でね、今日すごいのはなんとお花を入れるんですよ。お花、ママ初めて食べれるフラワー食べれるフラワー、お花を入れます。で、あとアガーというゼリー、寒天でもゼリー作れるんですけど、もっとそれよりも透明感があるやつを、あれない、あるよ、多分見つけてびっくりすると思うんだよ。お砂糖と、本物です。ここにお花をね、保管しておいたので、これを使います。あとこれ、早速これをやるあと、塩桃缶詰と、白桃とさくらんぼですね。ちっちゃいさくらんぼの缶と桃の缶です。そしたらアガー、アガーっていうやつね。これね、アガーでやっていきます。これは全部スーパーで購入しました。そう、はい、ということで、このね、これをね、このカップの中に入れます。できるかな。できますよ、このぐらい粉を入れるぐらい赤ちゃんでもできるよ。粉を 2袋入れて、で、終わりです。一回これを混ぜます。混ぜ混ぜ終わりました。何も変わってないです。ほら、そしたら、はい、そしたらお砂糖を入れます。こんなに？ね、え本当にってぐらい、こんなに入れちゃいましたね。すごいね、お砂糖の量。これは太るですね。雪や、ね、劣化すぎないこれ。もっと同じぐらいだけど、結構混ぜといて。やばいやばい、手についた。結構これ大きいんですよ。あ、フラフラ売ったら、大体フラフラ行ったら絶対これ売ってると思うよ。売ってるよね。さっき手についたやつ舐めたらさ、甘い、めっちゃ甘い。これにフルーツも入れるから甘っ。うん、うん、大丈夫かな。戻ってきた。さあ、今度鍋に行くので、うん、オッケー。甘い。あのね、見て、型がね、すごくちっちゃいから、うん、どんぐらい、桃を結構ちっちゃくしてほしい。こんぐらい、うん、OK。 恋の始まりで、多分チェリー、 OK。 これそのまま入んないっていうか、入れたらなんかちょっとおかしいよね、これ。どうしよう、これさくらんぼ、さくらんぼときたらどんな感じか、うん、よし、じゃあ次、楽しいよ。次にですね、これは渋いレンゲで入れよう。渋いレンゲで入れよう。ここからが私の本番です。はい、そしたらこれをついに型に入れていきます。はい、じゃあ今から入れていきます。よし、いきます。これ入れて、あ、で入れる。やばい、かわいいよ、めっちゃかわいい。まだだよ、終わないでます。すごい綺麗だね。ほら、こっちは普通の花だからさ、さくらんぼとか桃入れた方がいいんじゃないかな。2個ぐらい入って、だって結構かわいい。さくらんぼ、私を掴んでて、大きい。よし、次は桃三昧。かわいいけど、やばい、めちゃくちゃかわいいんだけど。かわいくできた。しかもさ、ピンクに染まった、あのチェリーの色で、かわいい、かわいい。そしたら冷やします。冷やします。じゃあ早速ゼリーを作ったので見せていきます。でもユアがまだ見てないので、これです。あ、すごい、みんなすごい透明だ。もうこんな風に出来上がります。まあ、見たことはわかると思います。すごい、え、どうやって作った。こうやって作りました。じゃあこれを今から型くり抜いていきます。いきますよ。くり抜くのが
難しい。あ、うれしい。ほら、綺麗。すごい。すごい。綺麗。え、すごい、めっちゃ綺麗。かわいい、ほら。あ、すごいかわいい、ほら。すごいかわいい。いくよ。え、すごい。え、めっちゃうまいじゃん、もっちゃん。いくよ。え、だってこれ売ってるやつみたいじゃない。すごい。めっちゃ綺麗。かわいい。あれ。あ、もう出て、あ、出てそうだよ。やろうか。持ってみて。おお、出た。綺麗。あ、もっちゃん。これ大成功してるわ。ほら大成功。すごいよ。チラうまくいったんじゃないかな、ね、今回は。これ色とかつけても可愛いけど、今回はねちょっとこのクリアな感じよね。おお、わー、綺麗。すごい。これこれすごい、ピンクになったのかな。なんかちょっとこれはモモがオリジナルにしました。オリジナル桜んぼ色。でも一番うまくいったのこれだよ。本当だね、うん、売ってるやつみたい。じゃちょっとこれをね食べていきたいと思います。なんかプニプニ系を今回はね用意しました。いただきます。いただきます。うん、美味しい。で、今日はこれを用意しました。あ、すげえ。ダメね。めっちゃ気分。じゃじゃーん。めっちゃ気分。ぬるいだ、言わない。ぬるい。え、今日トマトラムネ飲みたいなって言ってた。ほんと？ちょっと夏のドリンク用意。わー、いいね。開けていい？キュッと押して。やば、これ硬っ。やば、やっぱやってみ、めっちゃ硬い。合ってる？合ってるけど、こっち超硬い。ほんと？なって。やば、やば、やば。あ、硬っ。よくできたね。なんか心臓がバクバク。全体重かけた。なんか絶対やっちゃいそうでドキドキしてきた。うまい。もしそっち行って。やば。違うよ。でもやっぱりママにやらせるのは危険だ。バーイ。あれ、ママない。ママないんだけど。目に入った。ティッシュ、ティッシュ。じゃあこれ、私とも乾杯お願いします。ウェーイ。もちゃんお願いします。ウェーイ。ドロ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 。消防してない。では。ではでは行きます。これこれシンプルなのがいいかな。自分が作ったこれがいいです。おー、一番シンプルな。ママ見た目はこれなんだけど味はこっちかな。味はまあこれだね。じゃあ、ではどうぞ。この一つの皿です。自分で可愛く作れたもの。美味しそうじゃない。うわーい。じゃあいただきます。いきます。いただきます。あ、忘れた。じゃあ反対にしよう。うみー。じゃあいただいてみます。いただきます。いただきます。かわいい、やっぱり。あ、おいしい。うん、うまい。よりかわいい。ちょっとじゃあね、これいただきますね。でも甘い、特に。うん、うん、甘い。ではこれをいただいて。これ見て、綺麗。ほら、売り物のように綺麗ですよ。よくこの料理作ったね。いや、やっぱり料理うまいな。めっちゃ見なかったんだよ、今ね。はい、食べ終わりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。甘かったけど美味しかった。うん、特にプニプニでした。そう、プニプニで、プニプニだね。プニプニでこのクリアのやつがね、やっぱ綺麗だったね。うん、夏にぴったりって感じのできた。ね、うまくできた。私がうまくできた。乾杯。乾杯。ね、プニプニといえばプニルンズだよ ね。最近プニルンズやってるから。そう、いつもこれをやってます。モモちゃんが好きな色、ラベンダーカラー。あ、今日もモモちゃんの洋服も褒めます。紫の花柄です。見えないか。見た。プルプル。もうやりたいゲームある、はい、イエーイ。おばしりとりです。おばしりとり、それどうやってやるの。おばしりとりはリンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、積み木、キノコって言ったら、次岩の出番だったらリンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、積み木、キノコってラッパって。オッケー。じゃあおばしりとりをやるそうです。無理や。ユアが弱そうです、うん。ここはプニルンズだよね。プニルンズ。プニルンズ。ズッキーニ。プニルンズ。ズッキーニ。ニンニク。プニルンズ。ズッキーニ。ニンニク。クマ。プニルンズ。ズッキーニ。ニンニク。クマ。もう無理よ。マクラ。もう忘れたよ。プニルンズ。ズッキーニ。ニンニク。クマ。マクラ。ランドセルだっけ。だけじゃない。だけじゃない。ああ、いいよ。ランドセル。はい。プニルンズ。ズッキーニ。ニンニク。クマ。マクラ。ランドセル。ルル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 ル
ルビー。おお、無理っていう場合はさ、どうする？いどんだけ最初ホニルズ、ズッキーニ、ニンニク、クマ、マクラ、ランドセル、ルビー。お、言ってね、ルビー。え、なに、ないよ、ルビーじゃなくて、ないよ、じゃないよじゃなくて、イ、ルビーで回ってくる。あ、そういうことね、ルビー、イノシシ。やばい、結構やばい、やばい、やばい。ホニルズ、ズッキーニ、ニンニク、クマ、マクラ、ランドセル、ルビー。え、いあなたケギなんて言ったっけ今。4000ゲーム。ちょっと待って、今なんて言ったっけ今。いい、え、ちょ、ルビーでいいだった？言ったよ、いいだよ。え、今本当に本当にいいんだっけ。じゃあ、ちょっと待って、1回飛ばせる。やだやだ。え、ちょっと待ってよ、飛ばしたいと思ってます。え、今人の名前。え、人の名前言った？あれ、なんて言ったっけ。おい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 。いや、人の名前じゃないけど、ね、え、何、ちょっと待って、な、え、待って、ちょっと待って待って、なんだっけ、本当に飛ばしますか。飛ばさない、一回飛ばすことはできます。いいんではなかったの、確か。負けね、負けだ。はい、負け。ここで最後にします。え、なんだったっけ。ランドセル、ルビー、イノシシ、シリ、リンゴ。いきます。え、簡単じゃね、これ。プリルズ、ズッキーニ、ニンニク、クマ、マクラ、ランドセル、ルビー、あ、ルール。え、あ、言ったっけ、ルール。え、違くね。ルビー、ルール、あれ、ルール、ルールだ、ルール。ルビー言った、言った。え、言ってない、俺言ってない。言ってないの。言った。あ、違う、イノシシ。あ、待って、気づいてない。シリ、何。いやね、一回前ルールって言ってないらしい。言わないのに通過したみたいな。リプレイです。続いてよ、でもリプレイ。続いたら何で、待って、ルが2回続いたから。リプレイ、そういうことか。リプレイ、リプレイ。ランドセル、ルビー、イノシシ、シリ。はい、よ、失格。はい、戻ってきて。どうしたの。イエーイ。じゃあ山手線ゲーム1回やってみよう。山手線ゲーム絶対無理。山、え、じゃあテーマ決めよう、テーマ。じゃあ気分が上がるもの、うん、なんだよこれ。うん、やってみよう。もう一瞬でもない、何とも言えないんだけど。一瞬でもあるじゃん、てかそれしかないんだけど。一瞬で終わります。それがいいじゃん。山手線、はい、行きます。待って待って待って、考えさせて。かわいい。山手線、山手線ゲーム、やったことないから、やばい。やったことないから、やばい。やったことない。レッツゴー。あ、違う、間違えた。そう、よろしくね。ポンポンで、え、そんなやっぱり。はい、じゃあ、よいきます。じゃあ、いくよ。パン、おし、遅いよね。ねパンパン、お菓子、ピアノ、ハリーポッター、フランフラン、プニルズ、ドラム。やばい、でもピンク、リカちゃん、おお、荒野行動、パソコン、ギター、寝る、洋服。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、栄養学そういう、はい、勉強。はい、アウト。本当に勉強上がりめっちゃ。じゃあギリセーフね。はい、続きます。あ、ママアウトだった。なんで、なんで、いいんだよ。いいの崩したから。そう、はい、せーの、サイダー。わかんねえよ。何のテーマだっけってなってた。OK! 水面白いって感じなんだけど。OK! さっきて。お祭り、誕生日、おお、いいね、そういうのいいね。デート、うわ、映画、ハッピーバースデー、ハッピー、はい、学校、ピアス、え、何、クリスマス、ピアス、かわいい、はいはいはい、おお、枕、あ、寝るかね。はい、コスメ、カラオケ、ハリーポッター杖、インスタグラム、まあまあ、カメラセットする。はい、あとはい、終わり、ダサい、はい、終わり、意味わかんない話題ですね。ね。
はい、では今日はプニプニフェスに参加させていただいた私たち、プニルズの説明は概要欄に載っていますので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。それでは誰も言わない。バイバーイ。